はい、皆さんこんにちは、土屋直人です。多分初めて見る方もいると思うんですけど、僕は28に今年なるんですけど、4歳からずっとヘラブナ釣りをしてて、だいたい24年間、でその24年間やっても飽きないゲーム性がヘラブナ釣りにはあるんで、ヘラブナ釣りしたことない方でも楽しめるように、面白い映像、ゲーム性の紹介、池の紹介も含めお伝えできたらと思います。で、今日来たのがここ岡山県紀の川市にある釣り堀センター菊水さんに来たんですけど、ここはね、関西でもメキメキと有名になっている釣り場で、魚が大きいのがたくさん放流されてまして、とても有名になってます。なんで大人気の釣り場で、大きいヘラブナ、菊水名物のビベラを紹介できたらと思います。じゃあ皆さん、よろしくお願いします。ある程度道具準備できたんで、次は餌を作っていきたいと思います。で、今日使うのはバラケにクワセを使う釣りなんですけど、バラケの方が見ての通りいっぱいあります。状況に合わせてブレンドしていくんですけど、まず入れるのは粒線、これペレットですね。中魚効果を高めるような餌です。そのままですね、ペレットを100入れて、トロスイミーっていうね、比重をつける餌を50入れます。バラケだけだとなかなか馴染み棚に入っていきにくいんで、こういう風に重さをつけるためにドロスイミー入れます。でね、これが最近じゃない、もう2、3年経つかな、経つんですけど、セットガンって言って、いろんな負の大きさが入ったバラケです。いろんな細かいのも入ってるし、粗いのも入ってるし、これもアピール力があるんでいつも入れてます。これが100で、水を200入れて、まずこれなかなか水吸いにくいやつだけね、先入れて水を吸わします。これで5分ぐらい置いて、水は吸ってからここにバラケを、最後の符を入れていきたいと思います。はい、じゃあ5分経ったんで、ここにセットアップっていう、これをまとめる餌、この粒たちをギュッてまとめてあげる餌を100入れて、そこに風をね、真下真下に落としていくようにするような餌、セット専用っていう餌を200入れて、最後にスーパーセット200でまとめるっていう感じで、こういう風に混ぜます。で、これこんだけ入れてるんですけど、今日勝負大会、昼から大会なんで、今までの昨日も釣り行ってたんですけど、状況的にこういう感じかなと思っていろいろ入れてるんですけど、別に1種類2種類でも釣れなくはないんですよ、ヘラブナ釣りって。ただ本番なんで、勝負なんで、こういう風の方がいいかなとか、イメージしながら、いつも使ってる餌に1品2品足してるんで、こんだけ多いブレンドになってます。普通にヘラブナ釣りやるだけであったら、2種類とかの餌で全然釣れるのは釣れるんで、クワセエサはこの簡単に、簡単 20cc に、ここでね、秘密兵器が、あれ、秘密兵器があるんですけど、コーラが効くんです。コーラをここに 20cc 入れてます。簡単22、コーラ20入れて、餌持ちを、コーラって粘りとね、重さがあるんで、それを出すためにコーラで溶いて練って、うどんになるんで、うどんタイプに、わらび餅みたいな感じになるんで、それをこういう風にポンプに詰めて、こう押したら、硬いな、めっちゃ硬くして、押したら出てくるようにして、これをね、下張りにつけてやっていきます。だから釣りの感じとしたら、こういう風にバラケーサ、さっき作ったバラケーサを上の針につけて、こんだけ段差あるんです。これなんでかっていうと、夏場とか、10月ぐらいまでやったら、この団子餌を食べてくるんで、団子を2つつけるんですけど、今日人も多いし、もう寒くなってきたんで、団子からばらけた符を吸ってるんです。
こいつに当たってくるんじゃなくて活性がちょっと下がってこいつからバラバラっとばらけた符を吸ってるヘラが大半になります。それをこのクワセをバラケイサにこのクワセを紛れ込ませて釣るっていうのが、このセット釣りの釣りです。なんでちょっと活性が下がったヘラには効果的な釣り方になります。でもうタナも行きましょうか。タナも今日これ八尺にガマヘラサラサっていう竿の八尺です。2メーター40の竿なんですけど水深がねここ足元でここ結構浅くて駆け下がりになってるんで水深が足元で2メーター70、3メーターぐらいです大体。なんでそこよりちょっと上にいるヘラを、竿いっぱいの宙吊りで狙います。なんで宙吊りなんですね。そこからちょっと離れた宙吊りです。やっぱ菊水さん大きいのもいるんでそこ付近の大型もそして宙吊りで回転よく釣ることによって数も釣れればと思ってこの提灯セット、竿いっぱいの宙吊りを選択してます。でこれ提灯っていうのは提灯セットの提灯っていうのは棚のことで、竿いっぱいの宙吊りを提灯っていうんです。なぜかというとねこういうふうに竿先から浮きがぶら下がってる状態っていうのが提灯をねぶら下げてるように昔見えたっていう由来から提灯っていう名前がついたそうです。知らんけど、はい、なんで提灯っていう棚の段、上にばらけ下にうどんをつけたセット釣り提灯セット釣りを今からします。まあちょっと魚寄る前時間かかると思う。でこれね沖にバーンって振り込むと餌が落下中に外れてしまうんで浮きが立つ位置だいたい竿をジャブジャブってして波紋が出たちょっと先ぐらいに仕掛けを落としてあげる。すると真下に餌が落ちていくんで餌がばらけにくいっていう感じになってます。こういうふうに浮きがね今餌落ちメモリが何もない状態でこの4つ目の緑ここからバラケの重さクワセの重さがかかって入っていきました。今もうすぐ上がってきたの分かります。これすぐ上がってきたのはもう上のバラケが抜けましたよっていう合図です。でこれねこの最初はバラケをきっちり持たせて棚にヘラを寄せていきます。で今のやったらちょっとこうバラケが棚まで持ってなかったんで貼り付けるときにもう少ししっかり針に餌を圧着します。 この圧が大事なさっきより強く貼り付けしたんでさっきよりは深く浮きが潜ると思います。こういうふうにさっきより全然深く浮きが入ります。で沈没しちゃうと浮き当たり取れないんでゆっくり竿を上げてバラケを促進してあげる。魚がいるとねもうちょっと早くバラケが抜けたりするんですけどまだ打ち始めなんでなかなか抜けません。これ今バラケがちょうど棚についてバラバラバラとバラけてる状態です。ここからバラケがだん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 ばらけてきて今はもうばらけあと半分ぐらいかな。今ふーっと抜けたんがばらけこれで今完全に上のばらけが抜けた状態です。でここで一回だけふわっとクワセを動かしてあげて当たりがなければ次の餌打ちにっていう感じで結構忙しい釣りなんです。でこれ今、しっかり入ったんですけど動きがなかったんでつけるときにちょっと角ばらしてちょっと角ばらして、アピール力を落ちていくときもばらけるし棚に入ってもばらけるようにこういうふうに角ばらして餌つけて魚を寄せていきます。これがねその日によってバラケをしっかり持たせて方がいい時とか
早めにバラキを抜いてあげた方がいい時と、今ちょっと触りましたね。まあ、いろんな魚の活性とか数によっていろんな状況があるんです。今日もこれ午前中は実はバラキ持たした方が良かって昼からちょっと抜いた方がいいとかっていうパターンもあるんで、ほんまその時その時でヘラブナの状態に合わせていかないとなかなか数が釣れないんです。一匹釣るのはねすごい簡単なんですけど、いっぱい釣ろうと思ったらいろいろ状況に合わせていくテクニックが必要です。まあ、こういうふうにだんだん打っていって浮きの動きだけでどうしていくか、針を小さくしたり針巣を長くしたり、あと浮きを大きくしたり小さくしたりっていう選択も全部浮きの動きを見ながら自分で考えていくっていうのがこのヘラブナ釣りの面白さでありゲーム性ですね。今徐々に魚が寄ってきて触るんですけどね、なかなか触りが弱いというか食いに来てる距離が遠いんで、ちょっと針巣を長くしたりフォールがゆっくりになるように、軽くしていかなあかんなと思いながら今やってるところです。今のはめちゃめちゃ弱いあたりやったけど大きいんちゃう？大きいんちゃう？よう引きますね。おお、マシや。大きいな。やったー。シンデラじゃないんですけど、ええ方の、やっぱさすが菊水ですね。結構長めの大きいの来ました。これ多分40あるなしぐらいで1枚目とりあえず大型ゲットしました。つかへんか、今見つきそうやな。ちょっと浮きを変えます。ヘラ釣りの浮きなんですけど、こういう風にルアーみたいな感覚でね、いろんな色があったり、いろんなサイズがあります。で全部意味があって、足の長さ太さとかトップの太さボディの形状とかでいろんな差があります。で例えば分かりやすく言ったら、こっちのツアースペック F っていう浮き、まあサイズごとに並んでるんですけど、竹足、足が竹なんです。でボディは全部羽なんで、竹足で太めのトップになってる浮きで、こういうのって重りがすごい背負うんです。重りがいっぱい、必要になってくる浮きです。なんで棚に早く餌を入れたり重い餌をつけても沈没せず耐えてくれるっていうような意味合いで、こういう浮力を持たせるために竹足太めのトップっていう風な設計になってます。で逆に真逆でいくと、今日今から使う、さっきまでねこのネクストアプローチ PC っていうのを使ってたんですけど、今からちょっと渋いんでこういうネクストビートっていう浮きに変えようと思ってます。でこれさっきの説明した浮きと、まあ見た目的に細いのは分かると思うんですけど、足が竹じゃなくてカーボンになっていて、スッと浮きが立って、で重りもそんなに、カーボンってポンって水の中に入れると沈んでいくんで重りが乗らない。でトップも極細のソリッドっていう沈む素材を使ってるんで細い。でボディも細身になってます。なんで軽い食わせを使ったり、こういう渋い時にヘラブナの活性が低い時に少ない水流、少ないあたりでも浮きが明確に大きく動いてくれる、ちょっとの水流でも浮きが大きく動いてくれるっていうような設計になってます。なんでこういう違いを使ってだんだん釣りをしていくっていう、組み立てていくイメージです。まあこういうふうに提灯の浮きがあって、
同じようにこういうふうに浅棚の浮き、棚が浅いということは浮きのサイズが小さい浮きになってます。まあ、これも同じようにトップの違いであったり、足の違いとトップの違いで、ボディ形状の違いでこれも使い分けてます。ええやつやな。小さいけどシンベラスね、形が綺麗なんで、ちょっとね浮きの動きも良くなってきて、こんなヘラが浮きをよく動かしてくれるようになりました。やっぱりね、そのハリズ長くして、で次はあの浮きのトップを細いタイプに変えて、よりなんていうの、自然に近いような感じでアプローチすると、当たり数が今多分動画見てもらったら分かると思うんですけど、最初の倍近く浮きが動くようになりました。でこういう風になんていうんですかね、その日の状況に合わせてセッティングを詰めていったり、釣り方を自分で考えていくゲーム性っていうのがヘラブナ釣り特有、まあヘラブナ釣りだけじゃないんですけど、一頭一頭それが考えれるっていうのが、常に魚がいる状態なんで、絶対に正解があるっていうのがこの管理池のヘラブナ釣りなんで、やっぱりねその辺が何年やっても飽きひん面白さかなと思います。もうええわ、でかいわ今日なんか魚荒いな。これ荒いで、よいしょ。結構ね今日平均して硬いですね。ちっちゃいの1匹も来てないかな。いいヘラです。水なんだ。上張り。よっしゃー。はい、お疲れ様でした。午前中終わって昼から競技なんで、僕は撮影はここまでで終わりたいと思います。で、まあヘラブナ釣りしたことない人でも、まあ、ここまでね今日勝負の前やったんでガチガチにちょっと釣ったんですけど、ここまで本格的にやらなくても、数種類の餌でもある程度釣ることはできます。なんですけど、もっと釣ろうもっと釣ろうって考えると、どの釣りも一緒なんですけど、セッティングを合わせたり餌を合わせたりっていう工夫が必要になってきます。で、まあ簡単にできる釣りなんですけど、やればやるほど奥深くなっていくような釣りなんで、一頭一頭ただ浮きの動きだけを見て自分で想像して作っていくようなゲーム性があると思います。なんでね、こういうふうに近所の意外と近くの釣り場でも、でも大阪も結構あるし、関西結構盛んなんで、ヘラブナ釣り場探して皆さん行ってもらえたらいいのかなと思います。ぜひ皆さんヘラブナ釣り一度楽しんでみてください。ありがとうございました。